論というか、まあ別にどっからでもいいってことね。だから電波さえ届いてれば、うん、これってこのニコジョッキーの会員さんの値段は下がらないってことなんですか。それじゃあ別に変わらないです。変わらないでそのままやってくれる人は見てってことになるんですか。そうです、うん、ほー。でも路上はさすがにもうまずいでしょう、うん、なんかね、なんか集まれる場所とかがね、あった方が本当はいいですけどね。いや、だから、じゃあ、二人の家は？いや、奥さんいるんでね、一応。うちは無理ですよ。子供もいますもん。そうなんですよ。だから、竹島さんが独身だから、やっぱ行けるかなっていうのは。うるるるる。トラウマになっちゃう。怖い怖い。そうか。チンチンアナゴみたいな。誰がチンアナゴ？なんでだよ。なんでツッコミが多くなってる。なんでだよ、ツッコミとしては違う。なんかないですかね、作戦がね。まあね。ちょっと、事務所とも相談して考えましたよ。いや、そうですよね。だから、魔石にしたって、うちだけじゃないですからね、番組やってるのは何番組かありますからね。うちでやりますか？ズラさんちで。ズラさんち、まあ俺は全然ズラさんち行くのはありかな。ズラさんちどこにあるんですか。祖師谷。祖師谷大倉。祖師谷大倉か。聞きにくいで。一番遠くないですか。確かに、TMC 東京とかの方だ。浅草と祖師谷大倉が一番遠いと思うんだよ。あ、TMC、はい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 。そうそうそう、あの辺か、めっちゃ遠いわ。超遠い。なんかね、うまいやり方見つけたいよね。場所だよな。場所ですね。うんね、うん、まあなんか区民の会議室とか借りようと思えば借りられないこともないでしょうけどね。幕張の駐車場でグレイバリにやろうぜっていう。20万人の。20万人の。